ボンジョルノ、こんにちは。亀屋食品商品部佐藤です。いつもありがとうございます。本日紹介するワインなのですが、普段はほぼほぼイタリアワインのみ取り扱っている亀屋食品ですが、年末のこの時期に問い合わせが増えるシャンパーニュですね。今日はシャンパーニュを紹介していきたいと思います。ワイン名はウーブ・アンジュリー・ブリュットです。上代価格はオープンなんですけども、おおよそ3500円から4000円ぐらいと思っていただければいいと思います。納品価格は当社ウェブサイトをご覧ください。ブドウ品種はピノノワール、シャルドネ、ピノムニエが各3分の1ずつのセパージとなっています。ヴィンテージはノンヴィンテージです。それではインポーターの情報をもとにテイスティングしていきたいと思います。まあ、泡立ちなんですけれども、ちょっと今カメラにグラスの方近づけるんで、泡はやっぱ結構ありますね。綺麗な泡立ちですね。どうでしょうか。綺麗に泡が立ってる感じがしますね。結構生き生きしてますね。どうでしょう、伝わりますかね。結構泡は本当にわーっと綺麗に立ってますね。どうでしょう、麦わら色って感じですかね。明るい麦わら色って感じだと思います。柑橘系の果実の香りがしますね。やっぱ蜂蜜系の香りですね。しっかりですね。やっぱりシャンパーニュらしいトースト香がすごいありますね。結構トースト香強いですね。何でしょう、やっぱピノノワールが入ってるからのせいもあるのかもしれないですけど、やっぱ結構強いですね。モワっていう感じの、何でしょう、パワフルな感じもあります。爽やかなんですけど、やっぱ何でしょう、厚みのある風味がですね、口の中に広がってきますね。酸味はね、やっぱり穏やかですね。あんまりそんな強い方タイプではないです。結構ボリュームがあるタイプなんです。まあ、ミネラル感がもう残って、まあ、この発泡がですね、やっぱ食欲をそそる感じがありますね。はい。毎年ですね、この時期にですね、当社スタッフ、ワインスタッフで数社のシャンパーニュを試飲して年末に売り出すシャンパーニュを決めています。今年はですね、なんとまあ2000円以下という大特価での自信を持ってお勧めできるシャンパーニュが見つかりました。ぜひご活用ください。よろしくお願いします。グラッツェ。今後もいろいろなワインを紹介していきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。